ポータブルゲーミング PC って、ポータブルっていう割には、どれも大きかったり、かなり重かったりしますよね。大体かなりでかいよね。そういったニーズに応えたのが、アヤネオのエアーシリーズ。MacBook って中央の寸法はスイッチライトくらい小柄で、重量も 400g 台に抑えられています。数ある中でもかなり、小さめで軽量な Windows ゲーム機。どもども吉田です。アシスタントの焼き鳥です。重量は大事よな。そしてそのエアーが、なんと今ホットなライゼン 77840U を搭載し、さらに使いやすくなって帰ってきました。有名なやつだ。アヤネオならではの、ビルドクオリティ質感デザイン力の高さ、そしてシリーズの中でも、個人的にはかなり刺さっている、アヤネオエアなので、評価高めになってしまうかもしれませんが、なるべくフラットに評価することを心がけます。判断材料になるようよろしく頼むよ。アヤネオエア HS とは、アヤネオエア HS はアヤネオ社による Windows 携帯ゲーム機で、過去に販売されてきたアヤネオエアシリーズの、アップグレードモデルのような立ち位置です。大体見た目も同じっぽいね。最大の特徴は小ささ、薄さ、軽量さで、他の Windows 携帯ゲーム機と比較しても、類を見ない特徴を備えています。他の Windows 携帯ゲーム機とは？具体的に言うと、現在市場で一番人気がある、Asus の ROG Ally などは7インチで、Switch UKEL 版よりもかなり大きめのサイズ感で約 600g、それに対して 5.5 インチで Switch Lite よりも少し大きめのサイズ感、そして 450g です。かなり差があるね。でも過去のモデルと何が違うの？過去に販売されたエアーシリーズと比較してみると、基本的にはエアープロと同様の寸法、バッテリー容量で 5.5 インチ 1080p の UKEL ディスプレイが特徴的な端末。そこまでは同じで、 CPU がライゼン 77840U にアップグレードされ、しっかりと AAA タイトルのゲームまでがサポート、それに合わせて 4TB までの大容量モデルが展開されるようになったのが特徴です。 AirPro の CPU アップグレードモデルって感じみたいだね。だよ。金額は現在クラファン実施中で、ストレージ 512GB の最安モデルが$799。めちゃくちゃざっくり見込むと A ライト同じ程度の金額か。ちなみに私は前モデルでエアライトを購入したので、かなり色々と違いがあって面白く感じます。ワキワキ。開封内容物では早速開封していきます。今回アヤネオさんよりサンプルをいただき、製品版との違いがあるかもしれませんがご了承ください。いわば案件だな。箱はこちら。箱のサイズ感、デザインは前作のアヤネオエアと同等で、かなり大きめのボリューミーな箱です。中身はぴったりと切り抜かれたクッションに、本体、充電器などが収納されていて、しっかりと保護されていました。安心感ある。内容物はこちら。 USB-C ケーブル、 USB-A と USB-C 変換アダプタ2個、充電器、電源プラグ変換アダプタ3種、説明書類です。充電はそのままで可能なので、電源プラグ変換アダプタは日本では使用しません。そのまま使えるの助かる。ちなみに無理に付属品を使わずとも、もともと所持していた 65W の充電器で充電することが可能でした。本体外観、質感は艶消しのさらっとした上品なプラスチックで、ビルドクオリティの高さ、ディテールの良さが際立っています。この感じ独特だよね。本端末はレトロパワーと呼ばれるカラーリングで、まさに初代ゲームボーイのようなレトロモチーフな色が特徴的です。赤みがかったグレーのボディに差し色の赤の組み合わせで、派手でビビッドな色味ではなく、かなり落ち着いた雰囲気です。大人が使っていても違和感のない上品さだね。ベースカラーは全体的にグレーでありながらも、ショルダーボタンは緑がかったグレー、ファンクションキーなどはシンプルなグレーと、かなり多様に色が使われています。トーンがあってテスコ。コントローラーは右側に XBOX 配置の ABXY ボタン、アナログスティック AYA ボタン、イコールボタン、左側にアナログスティック十字キー U ボタンとメニューボタン。こちらにつは XBOX コントローラーのスタートボタン、セレクトボタンのようなものです。十分にボタンが備わっていて良いね。任天堂スイッチのようなボタン配置でありながらも、操作性を考慮してメインのボタンやスティックをやや上寄りにして、なおかつバランスよく見えるボタン配置は見事です。美しいな。背面は大きくファンの吸気口がありますが、こちらもグラデーショナルな開口となっていて美しいです。こういうこだわりは大事よね。上側面には左から LBLT ボタン、 LC ボタン、排気口、 USB-C 端子、ボリュームボタン、電源ボタン兼指紋センサー、 RC ボタン、 RDRT ボタンがあります。排気口も独特やね。ボーダー上に開いている排気口のデザインは見事で、機能性とデザインを両立させた美しいビジュアル。 LCRC は何？ LCRC ボタンは割り当て可能なファンクションキーのようなもので便利です。私はスクリーンショットなどを割り当てています。なるほど。下側面は左からスピーカー、マイクロ SD 端子、イヤホンジャック、 USB-C、 スピーカー。下にスピーカーか。左右側面には特に何もなし。バックボタンもなしね。他ハードとの比較、手に取ったサイズ感としては GPD-Win4 と同等ですが、 Win4 はかなり厚みがありずっしり、しかし画面はベゼル少なめの6インチだし、スライドキーボード付き。それに対して AHS はまだ薄くグリップが効いていて、重量は手持ちで耐えれる
る軽さ。しかし 5.5 インチ画面のベゼルが多少気になる感じ。どっちが良いん？単純な遊びやすさで言うと、軽くてしっかりと握れる AirHS の方が優秀だと感じます。スライドキボボホチ？スライドキーボード搭載のモデルも今度出ます。隙がねえな。前モデルのエアーライトと比較するとこちら、全体的に厚みが増えてプロポーションが変わったので、印象も若干異なります。任天堂スイッチに近いスマートなゲーム機から、PC 感が強まった感。操作感、背面にはグリップ感を向上させるための、滑らかな有機的な形状となっていて、中指薬指がこのくぼみに収まり、自然に手にフィットして握りやすいです。重量バランスも良い、良い感じのグリップ。同様に側面も手に合うような独特のカーブを描いているので、刺さる部分もなく、450g ある重量を感じにくいです。でもスイッチより重くね。スイッチの有機 EL 版が AirHS より若干軽い約 420g ですが、ジョイコンにはこのようなカーブはないので、指に負担になりやすく、AirHSの方が軽く感じます。こっちの方が軽く感じるのか。ボタン類アナログスティックは小さめのジョイコンサイズ、小さめでありながらラバーの押し心地なので多少ストロークが長めに感じます。あと音も少し大きめですが、この点に関しては使っていけば慣れていきそうです。安っぽい感じはなさそうだからよし。アナログスティックもジョイコンと同等の硬さ高さで、スイッチユーザーとしては慣れ親しんだ使いやすさです。ほぼ同じ感じだね。ちなみにアナログスティックにはホールセンサーを採用しているらしいので、耐久性的にも安心して使えそうです。お前の実力を見せてもらおうじゃん。十字キーも同様のラバーボタン、しっかりグリップ感がありながらも若干柔らかめで静音性が高いボタンになっています。下部メニューボタンなどのファンクションキー類はクリッキーな押し心地でありながら静音性が高いものとなっています。静音性高いと良い感じに感じるよね。ショルダーボタン LB は細長い部分全体を押せて、なおかつラバーの押し心地で、 LT はストロークで強弱をつけれるアナログトリガー。アナログトリガー好きじゃないんだよな。トリガーであってもそこまで長すぎず、普通にボタン感覚で使えます。それならよし。やはり性能、小ささによりそこそこ熱くはなりますが、しっかりとファンが効いているのでコントローラー部分は熱くなりません。これは明らかにトリプル A タイトル遊んでも平気そうやね。画面、有機 EL のディスプレイは本当に見やすく、良い発色、高い輝度で、画面の小ささを感じにくいです。ベゼルはどう？太そうだけど。写真で見るよりもベゼルの太さを感じにくいです。マジ？なぜ？おそらく円までガラスレンズが広がっていることによるものかなと。ほん。ただやはり、7インチ8インチのハードを触った身からすると、タイトルによっては文字が読みづらいと感じることもあるにはあるので、どういったタイトルが遊びたいかなども判断材料になります。まあでもなんか有機 EL だからくっきりしてて良いね。スピーカーは下側面にあり、指で塞がれることはないのでその点は問題ありませんが、こもった音質で良いとは言い難いです。こもり気味か。しかしかなり大音量が出るようになっているので、単純に慣れと音量の大きさでカバーできるっちゃできます。参考までにこちらがスチームデック。スチームデックのスピーカーは良すぎるんよ。まあその分筐体もでかいしね。あと今回は前作で品質していた位相ズレが起きていないので、その点は安心しました。位相ズレってか、初期不良ってか。使用感、携帯性の高さを再認識。まず思うのが、小ささ、軽さによる携帯性の高さですよね。たとえ外出時持ち運ばないとしても、テーブルの上に置いておいても邪魔になりにくいですし、ふとした瞬間に手に取りやすい。そういったカジュアルさが結果ゲームのはかどりやすさにつながっています。あなた小さければ小さいほど好きだしな。そんなことはない、スチームデック好きだし、上下での充電、マイクロ SD の安心感、そしてこのハードは上下に USB-C が搭載されていて、どちらからも充電やファイルの転送が可能です。これがやはりなんだかんだ地味に便利で、状況に応じて使い分けることができます。下はドックに差し込むって意図もありそうだよね。指紋認証に対応しているのも便利です。持ち運んだ際のセキュリティを確保しながらすぐに起動できる、いわばスマホのような使い勝手の良さがあります。タッチで起動する感じ？前モデルではタッチするだけで起動する仕様でしたが、今回は電源を押して起動、そしてその上タッチで起動するようになったので、間違って触ってしまって起動するようなことが起きにくくなりました。なるほど、持ち運びには良いね。 LED ボタン周りには LED を様々な表示方法で光らせることができます。もちろんオフにすることも可能で、デフォルトの設定ではオフになっていました。眩しくていらないだろ。個人的にはオンにしておいた方がよりビジュアル的にバランスがよく見えるような気がして好きです。アヤスペース2がかなり良い感じ。アヤネオの専用アプリアヤスペースがいつの間にかになっていて、かなり使いやすくなっていました。何このアプリ？
このアプリは起動したら自動で立ち上がり、インストールされたゲームを自動認識してリスト表示され、ゲームが一覧表示されるのね。いつでもこのように設定の変更、消費電力やファンの速度などパフォーマンス、コントローラー設定などが可能です。気軽に変更できるの良いね。こういうの大事よな。パワフル感はあるが、多少の制限あり、TDP は 5W20W まで選択可能で、他のハードに比べると少しだけ小さめ、他は 25W くらい出せるよね。確か電源接続時には 25W まで出すことが可能です。 TDP って下げる必要あるの？ TDP を低くすればその分バッテリー持ちも良くなります。なのでノベルゲームなどの軽いゲームやブラウジングは 5W、 10-15W でインディーなど 20W で AAA タイトルって感じで調整すると良いかと。なるほ。 TDP20W、1080p でサイバーパンク2077を動かすと中画質設定で 30fps 出るか出ないかくらいの動き方でした。もちろん電源につないで 25W 出せばもっと安定しそうです。なるほどなるほどね。でもバッテリー持たなそう。そうね、実際 20W では1時間ぐらいしか持たなかったので、設定を下げて 15W にして遊ぶと1時間半は遊べるようになりました。 AAA タイトルを 15W で遊んで90分ってことね。じゃあもっと軽いゲームなら2時間は普通に遊べそうだね。このハードは5.5 インチと小さめな画面なので、あえて 720p に落として使い、バッテリー持ちや性能を優先させて使うのもありかと。それはそれでちょっとなんかもったいない気もしないこともない。ミニ PC としてもガンガン活用。パワフルなので小型 PC として使えるのも便利です。コントローラーでのマウス操作も可能ですが、さすがにこの画面サイズで様々な作業をするのは厳しいので、 Bluetooth 接続でキーボードとマウスを接続、外部モニターにつなげて普通に Photoshop 使ったり動画編集を問題なく行えます。実際に今回の記事や動画はあやねおや HS を活用で制作しました。マジかよ、やるじゃん。このハードは AAA タイトルを遊べる間違いなく、携帯ゲーム機だと感じました。携帯性に振り切った感じだね。画面サイズはもう少し大きくなって、ベゼルを狭くしてほしいという希望はあったり、あくまで Windows なのでそこでの使いにくさを感じることも相変わらずあるものの、まあ Windows だからしゃあなし。 Air では物足りなく感じていた性能やバッテリー持ちの悪さも多少許容できるレベルに達していて、 Air Space もさらに使いやすくなり、明らかに唯一無二のハードだと感じます。小ささと軽さを追い求めるのは他にないもんね。 ROG Ally も Steam Deck もかなり良いですが、あちらはどちらかというと家の中でならどこでも遊べるモニター付きゲーム機といった印象なのに対し、こちらは持ち出したくなるポータブルゲーム機感が強いです。なんなら PC として使えるしね。小さい、軽いからこそ手に取りやすいという物理的な気軽さって確実にあるんですよね。これなら持ち運びたいぜ。